一馬のこいちゃーんということでえもう出だしのテンションだけで持っているこのこいちゃんでございますけれどもでね誰とくの保健所パート2ということで今回はね三部構成で気合い入ってます小泉一真のズマの市議会議員でございますで先ほどね 誰と徳の保健所共同設置長野県の保健所長野市にあるやつそれと長野市の保健所ね自前で持ってるやつ長野市に県と長野市の保健所2つあったってなんかねなんだかなだから共同設置しましょうよってお話が長野県の安倍知事から長野市の、えー、加藤市長のところに持ってきて長野市長の加藤さんは非常にやる気になっているけれどもそれは長野県の徳にしかなりませんよってお話ね第1話させていただきました。 でね、これ結構本当にひどいんです小泉もね議員生活2期目ですけどもうこんなにねめちゃめちゃな話ってねもう今まではっきり言ってなかったですもう調べれば調べるほど「なんだよこれなんだよこれ何な,なのこの書類」みたいなねそういう世界になっちゃってますでねその「何なのこの書類」って小泉一馬が情報公開請求で独占入手多分 <laughs> という書類をね皆様にそのひどさ加減をこれから逐一 語これねあのまずこれね保健所点検つってこれあの業務をねじゃあ保健所共同設置に先立って洗い出してそれを一緒にすることがねどういう問題あるのかなっていうことをね拾い出したんですってで長野県と長野市のね職員の方一緒にやったんですよ一緒にやったんですだから長野県と長野市の共通認識になっているのがこの 保健所業務点検票のはずなんですよはずなんですけれども例えばね大規模災害対策ってねメリット連携を取りやすい1 <laughs> 行1行ねでデメリットこんだけあるんですよこんだけどんだけこんだけ、ね、だってデメリットがこんだけあって何で連携が取りやすいのかよく分かんないですよねよく分かんないよく分かんないけど県のねなんか目立ててメリットがあるんだよってことにしたんですからね でね、あの、要するにね、指揮系統が県と市で二重になっちゃって、災害の時にね、いや、県は県でこうやれってやるし、市長は市長でこうやってやるし、だけど体はね、共同設置された、統一された保健所一つしかないから、じゃどっちの言うこと聞けんの人人、人員はどうやって振り向けんだいうことが、懸念されますよね。あ、最もっともっとも、もっともな話。もっともな話でしょでね、 最もの話なんだけれどもこのデメリットじゃどうやって解消するんですかっていう話ができてればいいんですよ。そうですよね。でこうやって権限は整理しましょうとお互いそういう話ができてればデメリットでなくなんだけど問題なのはそういうね話ができてないはいここ見てくださいデメリットの解決方法全く真っ白真っ白系真っ白系の系これね 27年の3月にやったワークグループワークなんだけれども問題出しただけでデメリットの解消全然着手されてませんで話がどん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 進んでっちゃって市長がやろうっつってますよねでもう一つこれねグループワークの点検表これ見てくださいここねここもメリットなしああもうここもメリットなしだね でここねここね、本当にこれちょっと読んでください俺本当に読んでて泣けちゃったんだけれども「市では中核市だからこそ可能な独自の事業を充実させるため人員の確保を行ってきた」うんうんこれに対し県では人員削減を行い現場では職員は無意を強いられている、ね、さっき一本目でやりましたよね「師匠廃止」「リストだリストだ」長野県はそういう道を取っています。 で、人員削減が行っていて、現場では無理を進められている、なるほど説得力がある。で、このような状況で市の職員が県の業務を兼務することになれば、明らかに県の業務にね、時間、人員を費やされ、せっかく市独自の事業を充実させるために確保してきた人員が無駄になるばかりか、 中核市として保健所を設置した意味が根底から覆されることになり本末転倒の結果となることが明らかである明らかなんですもう一回言いますけれども県と長野市の職員が両方揃ってこういう問題あるよって合意した上でこの文書作ってますからね長野県もこういう問題があるって自覚してますでさらに 市保健所は本庁機能を有している長野市の保健所1個しか持ってないからそこはね独立した部の格を持ってるんですよ。でだけど県は出先機関である保健福祉事務所と同一出席できないだから,だからあの県は出先だけど小田地のね長野市保健所は本部なんだよと格が違うんだってことを言ってるわけです。 えー、これまで中核市として最も重視してきた市民サービスの充実に逆行することになりかねないと。ね、この15年で長野市保健所、長野保健福祉事務所の窓口の違いは十分に認識されており、1箇所に統合する必要は全くなく、共同設置することによって、かえって行政区域の区別が曖昧になってしまう。これはどういうことかっていうとね。 同じ長野市の中に長野市の保健所、長野県の保健所、長野県の保健所は保健福祉事務所と言っています。が一緒にあると、どっちっていいんだか分かんないじゃないか、住民がそういう議論があった。だけど、もう15年経ったんだからそんなものみんな知ってんだよって、そういう当たり前のこと言ってるの当たり前。小泉もそう思います。でね、そういうことをね、言ってることも本当に最もですよ。正論ですよ。で、正論だから長野県と長野市が 2, 2つ、 あの、職員がよ集まって、こういう問題あるよね。あの、ありますよっていう文章をしてあるんです。で、繰り返しますけれども、これもね、じゃあデメリットどうやって解消するんだったら、それね、全然検討されてませんからね。ひどくない <laughs> まだひどいことありますから <laughs>。気抜かないでください。まだひどい。まだひどい。これはね、えー、これ、これもね、3月19日。このね、この資料ができてきたねっていうことで、その資料を見ながらの、 あの会議をやったんですよね27年の3月19日ですでその会議録なん議事録なんですけれどもねでねこれを言ってる人は長野県の人なんですこの発言長野県の方が言っています長野県の方が言っていますがしつく言いますけど長野県です住民のスタンスでの検討はされていない職場スタンスで考えた時にこれだけ多くのデメリットがあるのに共同設置を進めるのには疑問がある 住民,家の住民の画家のメリットデメリットをもっと考える必要があると長野県の方が言っていますだけどねそういう前向きそういうことを言っても取り合ってくれませんでこれもそうでしょ全然ねこういう問題だけ指摘してじゃあどうやって解決するのってそういう問題解決には無力な会議をね長野県はね長野市を巻き込んで今までやってきてます でこ,れもこれもね、えー、本当にひどいんだよね、これはねあの、総務省自治行政局との打ち合わせ概要っていうね、そういう資料です、これも長野県の情報公開出てきた資料ですけど、あのそ国にね、要するに、えー、長野市と長野県共同設置、保健所しましょうということを今、話してるんだけども、どうすればいいですかねっていうことをね、やってもいいみたいな話を、国にしに行ったんですよ、長野県がね。 で、そしたら、国が何て言ったかっていうと、ね、資料持ってたんですよね、そう県が作成した資料なので、県のメリットが強調されるのは当然だけれども、共同設置による長野市のメリットをしっかり説明できるようにしないとうまくいかない。国が言ってます。長野県が資料持ってた。見た。長野県のメリットばっかりだよね。これじゃうまくいかないよ。 客観的に国の目から見てそういうように評価されてんですよ長野県のやってること小泉が言ってんじゃないですか自治省だから総務省自治行政局ね9月17日のことですでそれを遡ることしばし9月14日今年の9月14日のことですけどあのねこれも本当にねひどいんだよねあので、ね、中間取りまとめっていうのをね やることになってまして、あの、どういうことかっていうとね、検討をしてって、えー、ここにね、ありますよね。第6回検討会議で、これ、中間取りまとめって、要するにね、長野県と長野市の職員同士の事務レベルの会議をずーっと持ってきた。26年か27年とね。で、その結果として、第6回に取りまとめをしましょう。っていうことになってたんです。 でそれを受けてメリットデメリットを踏まえて共同設置できるできないねって判断をしてできるよねってことになったら保健所共同設置準備会過称の設置こういう手順だったんですでもこれねぶっ潰されちゃうんですよこういった約束これ今年の5月にしたんですけれどもこれはねもう全然長野県はこれぶっ潰してやますでどういうふうになってるかっていうと具体的にはね取りまとめっていうのを 9月14日の会議でじゃあやりましょうってことになったんです。保健所共同設置会議の中間取りまとめについてってことね。これだけど、あのね、こういう案をね、長野県が作って持ってきたんですよ。持ってきたけど、これ話になんなかった。めちゃめちゃ紛糾してます。この会議録見ると。長野市の職員で、これで OK って言ってる人は、 一人をいいていませんみんな心配だ心配だって言ってますでね面白いんだけどもじゃあ中野市でいいじゃん共同設置やろうよって言った人は誰なのかっていうとね中野市食員か、保健所の人じゃない健康福祉部の人じゃないあなんか保健福祉部の人じゃなくて 職員か要するにね、首切りたい、リスト出したい、人減らしたい。そういうことをやっている部署が、ああ、いいですね。人減って、私たち負担軽くなって、大助かりです。そういう視点の意見が一つあっただけ。あとは保健所の人たちはね、保健所職員はみんな反対。他疑問を持っている。そういう。 会議になっっちゃったんですねだから中間取りまとめどころの話じゃないんですよ。もう全然こんなダメだっていう話になりますよね普通だってそこで事務レベルで合意事項こういうことは合意できましたっていう取りまとめしようとしたのに全くできなかったって言ったらもうそこで普通は決裂ですよ。なんだけどなんだけど。 あのこうなっちゃうんですよなぜかねこれ9月14日の会議だからこれは10月の21日でその前の10月の20日にね長野市と県が保健所の共同設置検討や安倍知事という加藤市長懇談合意どういうこと事務レベルで話し合いつかなかったのにトップ2人がねそれでもやれって言ってるんですよ でここのさらにひどいのはね検討組織には県と市のこれ長野市にねに加えて県長野保健所の管轄地域の市町村担当者が加わる予定あら話変わってきてませんだってこの時はメリットとアメリットを踏まえ下記の検討でしょでかの場合は保健所共同設置準備会っていうのを作りましょうってことだったんですよだったのに 火じゃなくて火になっちゃったんですよ。火に。まあ火じゃないかもしれないけど、取りまとめとこれができなかったから、これ判断つかなくなっちゃったんです。大負けに負けて言えばね。そしたら、もうこの先の、その、そういった場合想定されてなかったんだから、じゃあやめましょうねって、もう一回もう一回話し合いやりましょうって。取りまとめをね、なんとかまとめましょうってやるのが普通の交渉ですよね。だけそうはしないんです、長野県は。 いや長野市なななかかか言うこと聞かねえないじゃあ上で話しつけちゃってあとは他の市町村ね小布施とか須坂とかそういう周りの千曲とかねそういうところですよ県が保健所あ師匠を置いといてるんだけど廃止ちゃったようなところそういうところを集めて「いやいやいいねいいねそれどん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 やりましょう」って言わせてじゃあ長野市を追い込もうそういう作戦に長野県は出てるんです。 こんなことやったってね、誰得かっていうことなんですよ。本当に。最初に戻りますけど。こんな交渉の進め方してね、本当に誰得なんだと。ワーキンググループ作ってね、問題洗い出した。洗い出したけど、全然解決策示されていない。中間取りまとめ、全然話にならなかった。それでもゴリ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 やっていく誰得なのか。長野県ですよ。長野県が得したいんですよ。得っていうのは、 一緒にやって人を減らしたいっていうことですよねだからそれが今まで長野県のやり方ですからそこに長野市が巻き込まれちゃってるんですよだこんなのね本当にやる必要ないんですもう取りまとめまとまらなかったんだからで小泉一真は明日ね長野市議会で質問しますけどもこの中間取りまとめ県と長野市でねまとめる努力をするべきだ もっともでしょ、もっともでしょ。ね。まとめる努力をするべきだ。それがまとまらない限りは、他の市町村を呼んでね、話する。そんなところに行くべきじゃない。もっともでしょ、もっともでしょ。だって、長野市と長野県話ついてないので他の市町村だけやれやれって言ったら、じゃあ長野市やんなきゃいけないのかって。そこに行って、ちゃぶ台ひっくり返したら長野市だけが悪いもんですよ。で小泉が、非常にね、このね、保健所の共同設置の件、問題に思ってます。でね、救いはね、 長野県にも長野市にも長野市は当たり前だけど正論を述べている職員がいることだけど正論が通らない世の中になっちゃっと終わりなんですよしかもことはね市民の皆さん県民の皆様の生命安全に関すること保健所の問題ですこんな進め方しちゃいけない市民にメリットのある形でないと 長野市のね保健所という財産県に売り渡すそんなことしちゃいけない小泉和さん本当にそういうふうに思ってます。皆ささんも考えてください。